どうも、マサイです。お願いします。さあ早速いきましょう。今回のテーマはこちら、日本高校サッカー選抜候補選考合宿メンバーを見てみるです。さあ、今月1月20日から、23日まで、ある、高校サッカー選抜の、合宿ですね、選考合宿、そのメンバーが発表されましたので、所属高校、そしてね、3種出身、この間の選手権に出場していた選手はどのぐらい入っているのか、そうでない選手はどのぐらいいるのか、そういうところを見ていきたいなと思います。まあいわばね、高校サッカーのねオールスター、全国から優秀な選手が集まり、選考合宿となっております。さあそれでは早速見ていきましょう。このようなメンバーです、どうぞ。さあ見ていただいております、優勝した青森山田からは5名選ばれております。そして、準優勝の近江高校からは1人、キャプテンの金山選手が選ばれております。ほとんどの選手が、この間の選手権に、出場しているチームの、メンバーなんですが、そうでないメンバーは、こちらになっております。琉球柏の、塩川選手や、藤枝東野田選手、大阪桐蔭の尾崎選手、去年 U19 日本代表にも選ばれております。実践学園小嵐選手、 U18 日本代表に選出されております。桐光学園宮下選手、インターハイの得点王も選ばれておりますね。桐光学園松田選手は去年 U18 日本代表にも選ばれております。さあ基本的に3年生なんですが、2年からも選ばれている選手おります。 U17 ワールドカップメンバーの日大藤沢布施選手、そして同じく U17 ワールドカップメンバー縄田選手、そして同じく U17 ワールドカップメンバー日松学園高岡選手と、この3名がね2年で選ばれております。さあ中学時代でいうと、市船の五来選手と実践学園小嵐選手が、鹿島アントラーズノルテで中学時代チームメイトでした。それとね、J 内定している選手たちは、今回この合宿には選ばれておりません。さあ見ていただきました、日本高校サッカー選抜選考合宿ということで、日程的にはね1月21日に日体大との、トレーニングマッチ、そして22日には東京国際大学との、トレーニングマッチ、そして、23日には、この、一つ下の世代の U17、高校サッカー選抜候補との、トレーニングマッチもあります。さあ、皆さんね、大学に進学する選手が多数いると思います。ここからね、大学経由でどのぐらいプロになるのかというのも追っていきたいなと思います。さあ、今回は以上となります。また、雑学や、いろいろね、速報など上げていきたいなと思いますので、その時はぜひぜひよろしくお願いします。それでは。